めてくれやめてくれやめてくれ、そっちは向かないでいいよ。え、マジメガネ何しろ。え、終わった終わった、これ、え、うわー戻ってきた。あ、ちょっとちょっと粉大丈夫、粉粉って言うとなんかやばい感じするね警察の人がちょっと粉粉大丈夫かって言ってたらやばいよねあの今ルイス先生がね会えるんですけども、大福をねくれました、ありがとうございます、ありがとうこれさ、こういうの聞こえてるから恥ずかしいんだよねあのね、ちょっとすげー美味しいものもらっちゃった、この粉が。はい、ということで皆さん、こちらゼロからレジェンド堂でございます。これゼロからレジェンド堂なんですけども、こちらの動画は前回の、ゼロからレジェンド動画についた高評価数を、そのまま1高評価イコール1エメラルドキヨキヨが鍵していくというコーナーでございます。で、それ、今日から、まあ、ゼロからレジェンドもレジェンド行ったんですが、ちょっと5000も行くんじゃねえかと、まあ、ちょっとノリで決めましてこちらやっていこうと思います。で、まあ言ったらもうスパーキーも強化されたんで、このアカウントも強くなるんじゃないかなって思いつつでやりますけれども、ちなみに言いますと、この記憶のゼロからレジェンドと、オールウルトラレアデッキのみでしかマルチに行けないという縛りがありまして、今回、そのシーズン終了でこの宝箱もらえるんですけど、ノーマルカード、スーパーカード、スーパーレアカード、いらない、全部いらない、ウルトラレアしか興味なくなりました、私そうするとやばい、これだけ切り取られるともう大変なことになるよ、もうついに諭吉の男になったかと妹からやって言われてそうだけどはい、ということで引いてきたと思います、ポチン。さあ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 、そしてこういらないから、もういらないから、でもなんか持ってない方選んじゃうこれあるあるでしょ。え、待って、これえ出る可能性ある、ポチン、出ないんかいちょっとワンチャン、まあ寄付とかで使えますけどね、使えます、ずずず、いやー、おつらいねこれ。お、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかシーズンリセットありがとうございますこの辺では別に出ないよな。はい、ということで、前回の動画なんですけども、前回高評価数ありがとうございます。もうやっぱね、普通の動画の倍ぐらいいただくんですよね、ありがとうございます。いや、倍違うな、なんなら4倍ぐらいもらうかもしんない。皆さん、高評価されてます。1,700!98002,800 されますね。なんで、この動画について高評価数、次も課金いたしますんでね。じゃあ、よろしくお願いします。ちょっとね、自分でグッドボタン押しちゃってるの、それもう恥ずかしいから解除しとこう。いいか。いや、違う。僕ね、流儀があって、わかんない。みんなやってるかわかんないんだけど、僕、見た動画全部いいねするんですよ。これマジ。だから、もちろんさ、有名 YouTuber さん、はじめ社長さんとかの動画見てもグッドボタン押すし、あとは別にどうせさんのやつ見ても押すし、なんならさ、なんかよくさ、字幕だけの動画あるじゃん。なんか、この時この女優整形疑惑みたいな。そういうなんか、よくあるじゃん。それにも押しちゃうんだよね。もう癖で。癖で見た動画全部グッドボタン押すみたいな。なんか、どうせさんがそれやってて、あ、それ大事だなと思って僕もやるようにしてるんですよ。YouTuber からすると高評価すごい嬉しいんで、僕はもう、既読、LINE の既読みたいな感じでやってみます。なんで課金して、いくてか、見たよ。見たよとか言って、見たよすげえ慣れ慣れしいけど、見ましたよ。気まぐれクックさんがさ、なんか、法律相談所出てたでしょ。ねえ、すげえ有名な俳優の人と映ってたでしょ。うわうわうわ、すごいよ、すごい。YouTuber すげえなって思いますね、これ。わ、待って、メガライトニング宝箱もうすぐじゃん。え？あー、あと25、これも動画にしたいな。これも動画にしたいな。最近出た宝箱だからね、言うてもね。うん。え？あー、プリンセスレベルアップしとくか。一応レベルアップしとこう。なんでしてなかったんだ、逆に。はい、スパーキーも強化されたことということなんで、1800M! 書きしていきたいと思います。あざす！何が適切だろうね。あ、エメラルド、じゃあもう、オケと袋と一握りのエメラルド、これ一個ずつ買えば、え、ジャストじゃね、ほぼジャスト確認してきたんです。それではいきます、ポチン、これ最後ですね、あざす、あざす、これでいいんだよねはい、達成、一旦一仕事終わり、一旦一仕事終わりでございます。1900M なんですが、もう多分ね、フォーチュン宝箱にウルトラレアないんで、
今回ちょっともう、新年変わったからちょっとルールというか、前までは一応使い切るっていう方針だったんですよ。というのはさ、その縛りプレイしてなかったんで、別にフォーチュン宝箱とライトニング宝箱を別に引けたんですけど、今回ちょっとウルトラレアしかもう狙えなくなりましたんで、温存したいと思います。まあなんだろうね。ウルトラレアしか興味ない男っていうのもやばいけどね。普通だって根幹にあるのがレアカードとかノーマルカードじゃん。もうそれを覆す。はい。でも言うてもさ、皆さん気づ、お気づきだと思うんですけど、割と強いっていうね。クラロワというゲームは優秀でございます。ありがとうございます。それでは、さあこちら今日もですね、トロ上げしていきたいと思うんですけども、やっぱここだよね、注目は。スパーキーがいきなり強くなっちゃったからさ、参ります、ポチン。だからなんかちょっと、ネタ感ないんじゃない？若干。まあ、でも、逆にこうやってる人いないんでね。世界中で僕だけなんじゃないの？わかんない。いや、でもいたらちょっと失礼だからやめておこうか。だって、いたらそれ嫌でしょ。だってさ、いきなりさ、なんかさ、なんかね、アメリカの YouTuber かなんかわかんないけどさ、がさ、俺スパーキーでトロ上げてる唯一の YouTuber だぜっていう、言ってたらちょっと、おーい、俺いるしみたいになるじゃん。まあ別にいいんだけど。別にね、そんな別にそんなんだけど、そこで意地張んのもなんかダサいけどね。あさ、あ、これいいんじゃない？よろしく。うわ、すごい。さあ、これローリングウッディ岡村。ローリング岡村。あ、打っていく。これ待って、これディガー当てたいね。そう、やっぱね、このデッキマジでディガー大事なんだよ、ほんとに。びっくりするぐらいディガー系。まあ、ディガー、おーちょい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 。おいおいおい、強いぞ本当に。これなかなか見れない光景だよ、こういうのマジで。待って、相手なんだっけ、なんかやばい、相手のカード忘れた。あ、こういう感じ、こういう感じ。まあまあまあ、あー、おいしいおいしい。でもローリングウッドとかいらない。あ、プリンセス、プリンセスがあるね。プリンセスこれかなり辛いんじゃない。いやでも結構カウンターデッキで、じゃあカウンターデッキなんだけど、ちょっと重いんだよね実は。よろしく言って、なんかギャングとかするんだよ。ギャング、あー、ギャング用失敗。あ、全然取って、全然取って。さあ、これ夢ならば、あ、やられちゃう。かなり最速で打ったつもりだったけど、やられちゃうんかい。これちょっと新たなトリビアが生まれた。クラロワ界に新たなトリビアが生まれた。ちょっと攻撃者狙わないとどうすんちゃう。あー、でも捨てでいいかな。なんかもうさすがに、なんかもうちょっと残り1分な、あ、もう捨てです。残り1分なんで、もう形作っていきましょうか。はい、やっぱこのデッキ、あ、待って、目がないとこれ右に飛ぶ説あるぞ。これ大丈夫か、やめてくれやめてくれやめてくれ。そっちは向かないでいいよ。え、マジ、メガネ何それ。え、終わったこれ。え、うわー、戻ってきたマジ謎すぎだわ、マジ。でも多分左のタワーの方がキングタワーよりも単純に近いっていう判断でしょうね、これね。単純に。超まじ、超ま、ま、なんだよ、真面目か。真面目かって判断でしょうねって、真面目か。なんだ、うわぁ、無理。いけてるんだよ。うわぁ、いけてるんだよ、マジで。おっ、待って、やばい、楽しいわ、これ。このなんかこの、なんか背徳感っていうのかな。深夜にラーメン食べると背徳感あるじゃないですか。背徳感っていうのは、ちょっとなんかこう、やましい気持ちというか、ちょっとなんかやっちゃいけないことしてるような感覚になるじゃん。それがあるね。え、待って、これちょっとスリクラ降りに行ったさ、時期は今日。あ、だこれ、いや、マジで待って、本当にいる。待って、 YouTuber だからいるの。おお、魔法の宝箱来た。魔人公なんかすげえ。うわ、クラウン宝箱、クラウン宝箱、ポチン。あ、出ないね。出ないね。はい、ということで、今日はですね、こちらゼロからレジェンドでやっていきましたけども、いやー、ちょっと僕はね、レペゼンさんじゃないけどさ、もうオンリーワンかつナンバーワンでいきたいから。ナンバーワン無理だけどね。いや、僕マジで、これマジの話なんだけど、スパーキーは、ナンバーワンって、になりたいなとは思いますけどね。まあ今はやっぱその、アッシニさんっていうね、スパーキーでトロ、6900だっけな、最多が、の方がいるんで。だから今そこが多分マックスだとは思うんですよ。わかんないよ。そのトロ7000の人が、じゃあスパーキー使いました。じゃあそれをスパーキー使いと認定するか否かみたいなの、もちろん認定していいと思うんですよ。ただ、僕は、
なんかやっぱね、アッシンさんをね、尊敬してるっていう部分がすごく強いんだよ。プロゲーマーの方なんですけども。はい。なんで、僕の中での、ナンバーワンは、もう、アッシンさんではあるんで、アッシンさんを抜かせるようなね、プレイヤーになれればなとか思います。これマジで。これマジっす。はい。はい。ということで、だから、いいよね！クラロはさ、やっぱカリスマがいるわけじゃん。まあもちろん、例えば、XBOマスターさんとかさ、まあ、ケンジさん、ミカさんとか、まあ、今やだけに有名どころうまい、世界中で名の通ってるプロ選手もいるしさ、とか、海外の選手を僕がさ、結構知っちゃってるじゃん。それすごい話ですよ。だって僕、じゃあメジャーリーガーの海外の選手、名前言えますかって言うと、僕言えないもん。言えない。言えない。マジで言えない。ゴンザレスでしょ。ゴンザレスは多分いるでしょ。日本にもいいんじゃないか。僕、しょうがないですよ。野球、めちゃめちゃ詳しいってわけじゃないんだよ。野球、やんのは好きでしたけどね。僕はね、学生時代、すごいやんの好きでしたけど。そう、だからメジャーリーグじゃいきなり、ね、はい、じゃあ、はい、じゃあスタメン9人いってって、無理だから。逆に日本のプロ選手、全員言えるしさ。あと、海外の選手もなんならもう知り合いになっていただいたりしたんですよ。その、サンダー選手とかね。そう、あとは、なんか TNT 選手もツイッター上の DM でなんか要は YouTuber ストロングみたいななんかすげえみたいな言ってくださったり、ね、XBOマスターさんとか僕ちょっとおこがましい話ですけどスタジオがあるんですよ。フジテレビの湾岸スタジオでプレイオフかなのがあった時にもう XBOマスター選手にめっちゃだるがらみしちゃったんですよ。じゃあ結構僕昔から誰絡みしてて、XBOマスター選手に、こう、XBOマスターってやんのよ。遠くから。これ動画で言うの2回目ぐらいかな、わかんないけど。おじさん、XBOマスターさん、毎回、こう、で、やってくれんのよ。毎回やってくれるから、その絡みをやってるっていう。すごい話なわけですよ。カリスマも生まれてきますし、ね。ね、もう非常に楽しい、いうところでございます。はい。だから僕は、もうね、スパーキーのもう、神と言ったらもう、アッシンさんでございますよね。言ったらじゃあ卓球界で、じゃあ、水谷さんなのかね、その吉村まはるさんなのかとかさ、まあ、張本さんなのか、まあ、いろいろあるじゃないですか。とか。いや、野球だったら誰とか、バスケだったら誰みたいなあると思うんですけども、僕らの若い、僕のスパーキーはもう、アッシンさんなんで、お見知りおきをお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。今ですね、プレゼント企画中でございますので、まだ応募されてない方、ぜひとも応募お待ちしております。まだチャンネル登録、お済みでない方は、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますね。最新の動画の通知なのがいって見やすくなるかと思いますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録、お待ちしてるよ。ということで、ご視聴、アッシン。